応対はビジネスにおいて重要なことの一つですビジネスでは様々な場面で電話を使います日本ではお客様に応対するときは個人としてではなく会社を代表していると考えます電話のときも社員の応対が会社全体の印象に影響します会社で電話を初めて受けるときはとても緊張します でも、応対の基本を覚えていれば、慌てることはありません。これから、電話応対の基本を勉強していきましょう。ではまず、電話に出るときの基本を学習しましょう。東京商事第一営業課で、李さんがお客様からの電話を受ける場面です。

かはい。いやいや,いや。東京商事第一営業課リです。<laughs> もしもし。<laughs> うん、焼酎昨日いっぱい飲んだんですよね。太陽物産の山田と申します。いつもお世話になっております。<laughs> もしもし。<laughs> 太陽物産の山田と申します。佐藤課長お願いします。<laughs> 佐藤は今いません。うん、焼酎 そうですか。では、戻りましたら、折り返し電話をいただきたいとお伝えください。昨日いっい飲んだんですよね。ちょっと待ってください。<laughs> よく飲まれるんですか最近飲んでる。D さんの応対はどんな点が悪かったでしょうか。考えてみましょう。

お待たせいたしました東京商事第一営業課リーでございますこのように待たせたことを謝りましょうでは次の場面はどうでしょうか <laughs> もしもし <laughs> <い>もしもし <laughs> 電話をしている人の近くで大きな声で話してはいけません電話の邪魔になるだけではなくその声が相手に聞こえて 悪い印象を与えてしまいます。もしもし。太陽物産の山田と申します。いつもお世話になっております。周りの人が大きな声で話していたら、静かにしてもらいましょう。声は大きすぎても、小さすぎてもいけません。少し高めの明るく元気な声で出ると良いでしょう。 相手が聞き取りやすい大きさと速さで話してください。はいはい。はい、電話では相手の姿が見えません。しかしだらしのない姿勢や態度は声で伝わってしまいます。別のことをしながら電話をするのは失礼ですのでやめましょう。その方向で検討してございますけども。例えば、はい パソコンを使いながら電話をすると、キーボードの音が相手に聞こえてしまいます。また、物を食べながら、飲みながらの電話は声がはっきり聞こえないだけでなく、相手が不快に思いますので絶対にやめましょう。口が受話器から離れてしまうと、声が相手によく聞こえません。 下を向いて話すと、声が小さくなってしまいます。はい、あはい、ありました。はい。電話をするときは、背筋を伸ばして、椅子にきちんと座ることが大切です。社員一人一人の電話応対が、その会社の印象を。良くも悪くもしますので、しっかりとした応対をしましょう。では、次に、この場面を見てください。 では戻りましたら折り返し電話をいただきたいとお伝えくださいあ、ちょっと待ってください電話の内容は間違いがないように必ずメモを取りますがメモ用紙が近くにないと準備する間相手を待たせてしまいますメモ用紙はいつも電話機の近くに置いておきましょう

少々お待ちくださいと言いますまた佐藤は今席にいませんは佐藤はただいま席を外しておりますと言ってください一人前のビジネスマンになるためにはビジネス用語が必要ですお客様に良い印象を与えるためにまた社内の人間関係をスムーズにするためにもビジネス用語を身につけてください では以上のことに注意して正しい電話応対の例を見てみましょうはい東京商事第一営業課リーでございます太陽物産の山田と申しますいつもお世話になっております太陽物産の山田様でいらっしゃいますねこちらこそいつもお世話になっております佐藤課長はいらっしゃいますか 申し訳ございません。あいにく佐藤は席を外しておりますがいかがいたしましょうかそうですかでは戻りましたら折り返しお電話をいただきたいとお伝え願えますかかしこまりました念のためお電話番号をお願いいたします031234の1 <music> ここからは電話の受け方を学習しますでは初めにヨンさんが電話を受ける場面を見てみましょうもしもし太陽物産の山田と申しますいつもお世話になっておりますはい佐藤課長お願いします 佐藤課長は今いらっしゃいませんそうですか本日は何時くらいに戻られますか何時に戻るか聞いてませんでは戻りましたら折り返しお電話をいただきたいとお伝えくださいはい分かりましたあの失礼ですがえ何ですか 山田課長はヨンさんに良い印象を持っていないようでしたね電話では相手の顔が見えないので言葉遣いで相手に悪い印象を与えてしまうことがありますそれではヨンさんの応対をもう一度見ていきましょうもしもし会社の電話でもしもしと言って出てはいけません 会社の電話では「はい東京商事第一営業課4でございます」と自分の会社名部署名名前を名乗ります個人の名前まで名乗る理由は私が責任を持って電話を受けますという意味があるからですはい 相手が名乗ったら繰り返していって確認します。これを副称と言います。この場合、太陽物産の山田様でいらっしゃいますね。こちらこそいつもお世話になっております。と副称します。ところで、お世話になっておりますと挨拶したことを皆さんは疑問に思いませんでしたか自分がお世話になっていない相手にどうして お世話になっていますというのでしょうか。個人的にはお世話になっていない相手であっても、会社がお世話になっていれば、自分もその人にお世話になっていると日本では考えます。ですから、仕事上の会話は会社を代表していると考えてください。佐藤課長をお願いします。 佐藤課長は今いいらっしゃいません社外の人との会話の中では自分の会社の人に尊敬表現は使いませんこの場合「佐藤課長」ではなく「佐藤」と呼び捨てにするか「課長の佐藤」と言いますですからこの場合「申し訳ございません。佐藤はは外出しておりますますたは 申し訳ございません。課長の佐藤は外出しております。と言いましょう。そうですか。本日は何時くらいに戻られますか何時に戻るか聞いてません。聞いていませんでは答えになっていません。戻る時間がわからない場合は、社内の人に聞いたり、予定表を見てスケジュールを確認して伝えます。 この場合は、戻る時間を確認しますので、少々お待ちくださいと言ってから、電話を保留にして確認します。本日は何時くらいに戻られますか夕方の6時に戻る予定となっております。スケジュールを知っておけば、すぐに答えることができます。少なくとも、同じ部署の人の予定は知っておくことが必要です。 では、次の場面を見てください。では、戻りましたら。折り返し、お電話をいただきたいとお伝えください。はい、わかりました。このように、電話をください。と頼まれた場合は。相手の名前と電話番号を確認してください。この時。 本日は何時ごろまでそちらにいらっしゃいますかと、相手に電話がつながる時間も確認してください。では、次の場面を見てみましょう。あの、失礼ですが。え、何ですか失礼ですが、は電話の場面でよく使います。失礼ですが、どちら様でしょうか 省略した表現で誰ですかという意味ですので覚えておきましょうそれではこの場面の良い例を見てみましょうはい東京商事第一営業課四でございます太陽物産の山田と申しますいつもお世話になっております太陽物産の山田様でいらっしゃいますねこちらこそいつもお世話になっております 佐藤課長をお願いいたします申し訳ございませんあいにく佐藤は外出しておりますそうですか本日は何時くらいに戻られますか本日は午後5時に戻る予定となっておりますわかりましたでは戻られましたら折り返しお電話をいただきたいとお伝えくださいかしこまりました 太陽物産の山田様でございますね。念のため、お電話番号をお願いいたします。ゼロ三。一二三四の。一一二二です。復唱させていただきます。ゼロ三の。一二三四の。一一二二でよろしいでしょうか。はい、そうです。佐藤が戻りましたら、山田様にお電話するよう申し伝えます。 恐れ入りますが、本日は何時頃までそちらにいらっしゃいますでしょうか。七時頃までは会社におります。午後七時頃まででございますね。かしこまりました。私、第一営業課の四が承りました。では、よろしくお願いします。失礼いたします。失礼いたします。 次に電話を取り継ぐ時の方法を学習しますまずは悪い例からですはい東京商事第一営業課リーでございます山田と申しますが佐藤課長お願いしますえーといるんですがただいま電話中なんですけど そうですかでは電話が終わりましたら明日の打ち合わせの件でお電話をいただちょっと待ってください佐藤課長、はい、お電話が入ってます誰から山田という人からですどちらの山田さんえっと聞いてません 電話に出たらきちんと名前を聞かないとダメだろうで、何番ホリュウホリウお待たせいたしました佐藤でございます太陽物産の山田です今のドラマの中でどんな点が悪かったでしょうか

山田という名字の人はたくさんいますから、山田さんだけでは誰なのかわかりません。この場合は、会社名を確認するために、失礼ですが、どちらの山田様でいらっしゃいますかと言います。また、会社名も名前も名乗らない場合は、失礼ですが、どちら様でいらっしゃいますか会社名だけ名乗った場合は、 失礼ですが、お名前をお聞きしてもよろしいでしょうか。このように確認してください。では、次の場面です。佐藤課長お願いします。えー、っと、いるんですが、ただいま電話中なんですけど。佐藤課長の電話はすぐに終わりそうです。この場合は、申し訳ございません。 佐藤は他の電話に出ておりますが、まもなく終わると思います。このままお待ちいただけますでしょうか。と言って、相手に少し待っていただきます。佐藤課長の電話が長い時間かかりそうな場合は、申し訳ございません。あいにく佐藤は他の電話に出ておりますが、いかがいたしましょうか。または、申し訳ございません。 あいにく佐藤は他の電話に出ておりますので、終わりましたら折り返しお電話するようにいたしましょうか。のように、今は電話中ですという状況を伝えて、どう対応するかを確認してください。では、次の場面です。では、電話が終わりましたら、明日の打ち合わせの件でお電話をいたあ、ちょっと待ってください。 佐藤課長、お電話では相手の状況が見えないので話を途中で止められたりはっきりしない返事をすると「この人は自分の話をきちんと聞いているのだろうか」と思われてしまいます。ですから相手の話を最後まで聞いてから「ただいま佐藤の電話が終わりましたのでおつなぎいたします」。 と言って変わると良いでしょうでは次の場面を見てください佐藤課長はい。お電話が入ってます誰から山田という人からですどちらの山田さんえっと聞いてません電話に出たらきちんと名前を聞かないとダメだろう電話を取り継ぐときは どこの会社の誰からの電話かを確認して名指し人に伝えなければなりませんまた「明日の打ち合わせの件」などと相手が要件を言ってきた場合は要件も伝えましょう「太陽物産の山田様から明日の打ち合わせの件でお電話が入っております」と言いますえっと聞いてません 電話に出たらきちんと名前を聞かないとダメだろうで、何番保留保留電話を取り継ぐときには少々お待ちくださいと言ってから保留ボタンを押すか受話器を手で押さえて話しますこれは電話の近くの声が聞こえないようにするためですでは 先ほどの場面の良い例を見てくださいはい、東京商事第一営業課、リーでございます山田と申しますが、佐藤課長はいらっしゃいますか誠におせり言いますが、どちらの山田様でいらっしゃいますか太陽物産の山田と申します太陽物産の山田様ですね いつもお世話になっております申し訳ございません佐藤はただいま他の電話に出ておりますが間もなく終わると思いますのでこのままお待ちいただけますでしょうかはい、待たせていただきますおれい入りますいましたはい、ありがとうございます、失礼いたします佐藤課長、一<ん>番に太陽物産の山田様からお電話です お待たせいたしました佐藤でございます太陽物産の山田でございます昨日はどうもありがとうございましたこちらこそどうもありがとうございましたでは最後にビジネス電話でのさまざまな挨拶を勉強しましょう取引がある会社の人からの電話にはこのように言いますいつもお世話になっております いつもお世話様でございます昨日会った人からの電話にはこのように言います昨日はありがとうございました次の挨拶はコールセンター、お客様相談室など個人のお客様に応対するときに使いますお電話ありがとうございます相手が先に挨拶した場合はこのように言います 太陽物産の山田と申します。いつもお世話になっております。太陽物産の山田様でいらっしゃいますね。こちらこそ、いつもお世話になっております。こちらこそは、電話以外でもよく使われる言葉ですので、ぜひ覚えてください。私もあなたと同じ気持ちですという意味で、相手が先に挨拶した言葉をそのまま使って挨拶を返すときに使います。 いかがでしたか初めはきちんと応対することが難しいかもしれませんこの間で学習した例文を電話の横に貼って応対すれば電話応対はマスターできます自分の電話応対を録音して後で聞いてみても勉強になります皆さんぜひ頑張ってください